はい、ガレージ友吉です。昨日ね、この量産型のザク2なんですけど、それをシャーザク風に色塗ってるっていうやつで、昨日色分けをしたんですけど、まあこの今日もね、朝ね、クリアレッドとかで、まあ、これで言いましたら、まあ、クリアレッドで、もうねグレーを塗るって言ってました。ここね、このこことかで、この肘のね、肘の部分とかで、後ろのこのファイヤーのとこですねを、グレーで塗るって言うとったんですけど、もうちょっとねガンメタで塗りました。はい。でこの服とかスカートはブラウンにちょっとだけ黒を混ぜて、で今こういう色になってますけど、もう一度ね赤いとこが出てますんで、でもう一度上塗りをしてしたいと思います。はい。でまあ足もね、膝と靴の、部分ですねはガンメタで塗ってます。で、あとは、クリアレッドで塗ってます。はい。で、縦もクリアレッドで塗っとって、まあこっちもね、こっちもまあ塗り分けしてます。はい。で、まあ、手の部分ですね。見えますかね。手の部分は、まだ、この、クリアレッドのとこが薄いから、もう一回か二回かは塗りますけど、この指のとこはガンメタで塗りました。はい。こういう感じに、塗ってます。はい。まああとはね、このね服とか、この服とかね、スカートの部分が、色乾いたらもう一度ね、2回目3回目と色塗っていきたいと思います。で目のとこもね、ガンメタで塗ったんですけど、あとは目ん玉ですね、目ん玉を赤と白をちょっと混ぜてピンクぐらいにして、で丸くちょうど真ん中ぐらいに丸く色塗ってみたいと思います。はい。まあなんとかね色分けしたんで、あとは乾くのを待ってもう一回二回と色を上塗りしていきたいと思います。まあそんなとこなんで、まあどうでしょうかね。朝色ね上塗りしたんで、まあ夕方ぐらいにはもう一度この服とスカートは塗れるかなと思ってます。はい。まあね、ガンメタのこの
このガンメタのとこも